もし先日まで紳士だったその男性があなたの性事情を知りたがったら、遡ること34年前の1989年3月18日、フランスアルデンヌ県、当時22歳のジャンヌ・マリー・デスラモルツはこの日ある夫婦の自宅を訪れていました。ジャンヌが彼らと初めて出会ったのは夜行列車の車内。偶然の出会いではありましたが、夫ポール、妻ピエレットの二人は人当たりが良く、ジャンヌも望んで彼らとの交流を続けていたんです。しかしその日の夫婦の様子はいつもと違い、危機迫るものがありました。私の赤ちゃんが大変なの。そう言うと夫婦は予定のあったジャンヌを引き止め、半ば強引にワゴン車に引き入れたんです。夫婦の自宅に到着したジャンヌは、早めに帰らせてもらおう、そう思いながら家の中に足を踏み入れました。しかし次の瞬間、夫ポールの発言によってジャンヌはこの場所に来てしまったことを激しく後悔するんです。ジャンヌ、君は処女か。真摯に振る舞うその裏で、処女への異常な執着を見せるその男、ヨーロッパを震撼させたその男の数々の犯行とは。上京した男の心に広がっていたのは、真実を飲み込むほどの深い闇だったんです。おそす、映画スラムダンクよかったよ、ケンちゃんです。みんなの防寒対策教えて、ヤミヤミ子です。タプ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 。安西先生ですよ。何、安西先生はどうした？もうね、本当に良かったっすね。ね、オープニングでゾクゾク来ちゃった。あのちょっとずつ書き足されるやつね。あれ桜木のところは俺が書いたんですよ。実は宮城の紙だけ私書いた。少な作業範囲。本日皆様にご紹介するのは、若い女性ばかりを狙った凶悪犯、ミシェル・フルニレについて。出た、もう若い女性ばかり、自分よりね、力が弱い人ばっかり狙うって、本当にもう卑劣な犯人じゃないの、ね、もうなんか若い女性ばかりを狙うって時点で、まあなかなか気持ち悪いですよね、うん、その感性というかさ、うん、そしてですね、なんと今回の犯人は特にね、こいつこじらせすぎだろうと思うほどの気持ち悪い動機でね、殺人を犯していたんです。そしてね、なんとファンタジーにも登場するような異名をね、このミシェル・フルニレは持っていたほどのね、男だったんですけれども、うんうん、そのね、異名も含め、まずは彼がどんな殺人犯だったのか、早速見ていきたいと思います。アルデンの王が、遡ること3年前の2020年6月24日、フランスアルデンヌ県、ベルギーとの国境にもほど近いソトゥー地域の森林の中を進むと、モミの木に囲まれた古い城が見えてきます。森の中のお城というおとぎ話のような舞台でありながら、その日周辺は物々しい空気に包まれていました。おのおの難しそうな表情を浮かべ、作業に取り組む警察や法医学者たち、彼らは4日間にわたって地面を掘り起こし、必死にある存在を探していたんです。彼らが探し求めていたもの、それは少女の遺体。殺害されたのはエステル・ムザンさん、9歳。17年前、アルデンヌから200キロも離れたパリ近郊で行方不明になった少女なんです。そして17年もの時を経て、彼女が埋められたその場所が判明したのは、殺害を自供した人物がいたから。その人物こそ、ソトゥー城のかつての所有者、ミシェル・フルニレでした。当時すでに逮捕されていたフルニレは、妻の暴露をきっかけに尋問を受け、次のように認めたんです。下校途中だった彼女を誘拐して殺した。奪われてしまった幼い命に多くの国民が胸を痛めると同時に、フルニレのこんな異名が広まっていました。アルデンヌの王だ。アルデンヌっていうのは、そのさっきのフルニレのお城があった地域のことでしょ、うん、オーガって何なの？まあこれもね、うん、少し触れたように、うん、ファンタジーにも登場するね、怪物のことなんです。はいはいはい。ではこれね、本日のメトラーキーワード、オーガについて、うん、オーガとはヨーロッパ諸国の伝承に登場する人型の怪物のこと。残忍な性格で人を襲うんですが、知性は低く臆病者という一面を持ち、退治するのは難しくないともされているんです。まさに悪役に適任のその特徴から、ヨーロッパの児童文学にはお姫様を誘拐したオーガを倒す騎士の話が数多く存在するんです。古くからオーガの住処は山の中に建てられた大きな城や宮殿だと考えられてきました。ミシェル・フルニレは立派な城に暮らしながら、若い女性をさらって殺害していた凶悪犯、その姿が恐ろしい怪物オーガに重ねられたんです。でも実際ね、お城に住んでた人間なんてかなり珍しいもんね、うん、実はですね、うん、フランスには古城物件をね、紹介してくれる専門の不動産があってですね、お金さえあればお城に住むっていう、実は難易度は高くはないです。一周考えろ、うん、ただ何がヤバかったかっていうと、うん、そのお城でね、フルニレがしていた行いだったんです。オーガの異名が表すように、若い女性をね、狙ってね、犯行を繰り返していたフルニレ、彼がね、抱えていたね、その闇の原因っていうのは、幼少期の体験によるものだったんです。植え付けられた脅迫観念。
子供の頃の話はしない、したくないんだ。逮捕後捜査員から幼少期について尋ねられたフルニレはそう言って口をつぐみました。フルニレは何を聞いても沈黙を守ったため、彼の子供時代については多くは分かっていません。しかし別の機会に精神科医が話を聞いたところ、フルニレは自身の耐え難い生い立ちについて少しだけ語り始めたんです。1942年4月4日、フルニレはフランスのスランという村に生まれました。金属加工業を営む父親と農家の一人娘だった母親、そして兄と姉に囲まれた一見平凡な家庭で彼は育ったんです。しかし、幼いフルニレはあることによってひどく苦しめられていました。おいで、フルニレ、一緒に寝ましょう。ベッドに腰掛け、幼いフルニレを手招きする母親。その様子は一見親子の微笑ましいやりとりに見えるんですが、フルニレはなぜか怯えていました。それは彼が母親から性的暴行を受けていたから。精神を病んでいた母親はフルニレが4歳から6歳くらいまでの間、彼をベッドに誘っては近親感を繰り返していたというんです。4歳から6歳ってそんな小さな子供に、まあ、その幼さだとね、自分がねこう何をされているのかっていうこともそれすらも理解できないような、ね、年齢の子にそういうことをしてたって本当に許せないですよ、ね、やがてそのように異常な精神状態の母親に愛想が尽きた父親は離婚を決意。フルニレは父親に引き取られ、ようやく平穏な日々が訪れるかに思われました。しかしこの父親にも実は問題があったんです。それは彼が重度のアルコール依存症だったこと。叫びたりでろくに子供の世話をしない父親との暮らしですっかりすさんでしまったフルニレは学校でも問題行動を繰り返すようになるんです。先生、また泥棒が僕のペンを盗んだんだ。怒りをあらわに教師に向かってそう訴えるフルニレの同級生。当然これは本物の泥棒が子供のペンを盗んだという話ではありません。犯人はフルニレでした。たびたび同級生のものを盗んでは白々しい態度をとっていた彼は嘘つき、泥棒などのあだ名で呼ばれていたんです。それもそれでひでえけどな。フルニレのそうした手癖の悪さは成人した後も変わりませんでした。大人になった彼は就職もして家庭も持っていましたが、それでもなお窃盗や暴行事件を起こしては何度も逮捕されていたんです。ただ彼の本当の心の闇は実はそうした犯罪癖以外の部分にありました。1987年12件の暴行事件で有罪判決を受けたフルニレは精神鑑定を行った医師にこんな話をしたんです。私の人生で一番不幸なことは処女と結婚できなかったことだ。その言葉が物語るようにフルニレが暴行を加えるのは未成年の女性ばかりでした。この精神鑑定がフルニレの判決にどのような影響を与えたのかは定かではありません。しかし結果から考えるに彼の脅迫観念はあまり重視されなかったのでしょう。フルニレは精神科医の治療を受けないまま刑期を短縮され、1987年10月模範囚として出所を許されたのでした。最初に言ってたこじらせすぎって言葉の意味がすごくよく分かった、うん、にしてもちょっとさ、十分な治療もされずにさ、うん、外出ちゃってさ大丈夫、うん、不安しかないわよ、うん、しかもまあ模範囚っていうのもフルニレがね外面だけは一時的には良かったんで、自分の更生のチャンスも失ったまま出ちゃったってことなんで、やっぱり事態は最悪の方向に向かっていってしまうんです。処女を求めて晴れて自由の身となったフルニレですが、残念ながら彼は更生などをしていませんでした。その証拠に出所からわずか2ヶ月で再び少女を襲うようになったんです。そして1988年3月、フルニレの犯行をさらに後押しするような出来事が起こります。かつての刑務所仲間から彼のもとにこんな連絡が入ったんです。俺の妻と一緒に財宝を運び出してくれ。何、財宝、うん、本当なんか映画にも出てきそう、まあ、出てこねえか、いやわかんねえ、謎の展開だなこれは。塀の中にいるその人物によると、とある墓地にかつてイタリアの強盗団が盗み出した金貨などの財宝が大量に隠されているというんです。にわかには信じがたい話なんですが、盗み癖のあるフルニレがこのチャンスを見過ごすはずはありません。そこから彼はなんと仲間の妻を殺害し宝を独り占めしてしまうんです。この時手に入れた財宝を元手にフルニレは数々の不動産を購入。その一つがアルデンヌに立つソトゥー城でした。こうして森の中の秘密基地のような古城を手に入れたフルニレの行動はその後さらにエスカレートしていくんです。怖。1988年8月、フルニレはスーパーマーケットの駐車場で見かけた女性ファビエンヌ・ルロワさんに駆け寄り、ひどく動揺した様子でこう言いました。妻の具合が悪いんだ、急いで医者まで案内してくれ。ファビエンヌさんが車内を覗き込むと、そこには確かに膨らんだお腹を抱える女性の姿が。女性の名はモニク・オリビエ。彼女はフルニレの3番目の妻でした。
妻？いつの間に結婚してないの？その出所から全然経ってないでしょ？相変わらず若い女性ばっかり襲ってたんじゃないの？実は二人はフルニレの、ね、服役中に知り合っていたんです。服役中のフルニレは刑務所の中からハガキを送り、次のような5行広告を雑誌に掲載していました。孤独を忘れるため年齢を問わず誰とでも文通したい。この広告に目を留めたのがオリビエでした。二人は文通だけではなく刑務所の面会で頻繁に顔を合わせ、急速に距離を縮めていったんです。そして出所後すぐにフルニレとオリビエは入籍。その翌年オリビエはフルニレの子を身ごもりました。ショショとの結婚を渇望していたフルニレが当時30代のオリビエを本当に愛していたのかは怪しいところ。しかしフルニレにとってオリビエは少女を襲うための共犯者として適任だったんです。妊娠中のオリビエの苦しむ姿は被害者の女性を大いに油断させました。ファビエンヌさんもオリビエがまさか自分を陥れようとしているとは予想だにしなかったでしょう。ファビエンヌさんは言われるがままに車に乗り込み、そのまま森の中へ連れられてしまいます。そして彼女を自宅へ連れ込むと、フルニレは妻オリビエに向かってさらに信じられない命令を下すんです。おい、こいつが処女かどうかを確認しろ。そんなことできるわけないじゃないのよ。そうですね、実はこう専門医でもそういったことを見分けるっていうのは困難とされているんですよ、うんうん。まあ、この処女信仰自体もそうなんですけど、フルニレっていうのは女性に対してね、かなり幻想をね抱いていたような。もちろん妻オリビエがファビエンヌさんを処女か確認する術など持ち合わせてはいません。命令を拒否されたフルニレは怒りに任せてファビエンヌさんを強姦、ついには胸を打って殺害してしまうんです。ところでオリビエはなぜ迷いもせずにフルニレの犯行に加担しているのか、メトラの皆さんも不思議に思ったのではないでしょうか。実はフルニレとオリビエはある取引を交わしていたんです。その内容はフルニレの犯行に協力する代わりにオリビエの元夫を殺害するというもの。フルニレと出会う少し前、オリビエは当時の夫と離婚、彼女は元夫から DV を受けており、いつか復讐したいと考えていました。そんな元夫への復讐のため、オリビエはフルニレが示した交換条件を飲んだんです。なるほどね、オリビエにとってはフルニレが、フルニレにとってはオリビエが、お互いに都合のいい存在だったわけね。そうなんです、うん、ですが元夫が憎いからといってね、フルニレのね若い女性の強姦っていうのに加担するっていうのは信じられないですよね。その考え方、女性だからこそ女性の気持ちわかるはずなのね、うんうん。1989年1月、フルニレは夜行列車で出会った女性ジャンヌ・マリー・デスラモルツさんを次なるターゲットに決めます。フルニレ夫婦はポールとピエレットという偽名を使い彼女に接近しました。あなたのようないいお嬢さんにぜひ私たちの赤ちゃんの子守をお願いしたいわ。二人は人当たりのいい笑顔を浮かべながらそう言ってジャンヌさんの警戒心を解いていったんです。こうして迎えた1989年3月18日、土曜日の朝にジャンヌさんを訪ねてきたフルニレとオリビエは両親が待つ町に向かう予定だった彼女を引き止め、半ば強引にワゴン車に乗せました。赤ちゃんの具合が悪いの。二人からそう言われたジャンヌさんは緊急事態を察し同行するも、早めに帰らせてもらおう、そう思いながら夫婦の自宅であるソトゥー城に足を踏み入れます。しかし次の瞬間、ポールと名乗る夫が投げかけたある質問によってジャンヌさんはここに来てしまったことを激しく後悔するんです。ジャンヌ、君は処女か。そう口にする男は紳士のポールではなく、紛れもなく凶悪犯のフルニレでした。状況にそぐわない発言にすぐさま危険を察知したジャンヌさんは必死に平静を装いながらもこう答えるんです。いえ、私には恋人がいますから。そう答えてしまったことが彼女にとっては運の尽きでした。ふざけるな。激高し襲いかかるフルニレにジャンヌさんは必死に抵抗、しかしオーガの手から逃げ出すことは叶わず、粘着テープで体を縛られそのまま絞殺されてしまうんです。いや、警察本当何やってんのよ。どんどん女の子が犠牲になっていくじゃないのよ。まあ事件のね起こった場所っていうのも離れてたりとか、あと被害者間に接点がなかったから、警察はね同一犯の犯行だって見抜けなかったんですよ。ただね、そんなフルニレの犯行もついに終わりを迎えようとしていました。オーガの最後。1989年12月20日、フルニレは狩りの場所を隣国ベルギーに移しました。ここでもフルニレは処女であろう低年齢の少女を次々に殺害、以降ベルギーとフランスを行き来して警察を攪乱しながらも犯行を繰り返していったんです。彼によって殺害された人数は分かっているだけでも11人、中でも最も幼いのは2003年1月に殺害された9歳のエステル・ムザンさん。ソトゥー城で遺体の捜索が行われていた少女なんです。2003年ってさ、最初の事件がもう1987年とかだったよね。その間ずっとフルニレは野放しだったと。そういうことなんです。彼はですね、全貌がつかみきれないほど犯行を重ねていたんですけれども、このアルデンヌのオーガの凶行を止めたのもまた一人の少女だったんです。2003年6月26日、ベルギーの都市シネイ。
当時13歳のマリー・アサンションさんが学校へ向かって歩いていると、ねえ君、マリーさんの隣には1台の車が止まっていました。窓から顔を出したのは白髪交じりの髪に眼鏡をかけた真面目そうな男性。学校に行く用事があるんだ、車に乗って道案内してくれないか。そう、この男こそ数々の少女の命を奪った殺人犯フルニレなんです。しかしこの時は彼の思うようにことは運びませんでした。学校はあっちに住めば見えてきますよ。不審に思ったマリーさんはそう言って学校の方向を示し、遠回しに車に乗ることを拒否しようとしたんです。ただマリーさんのこの対応にフルニレは明らかに機嫌を悪くしました。人を疑うんじゃない、失礼だぞ、教師のような厳格な口調で怒鳴るフルニレ。その様子に圧倒されてしまったマリーさんはついに車に乗り込んでしまうんです。マリーはその車に乗ってすぐ男に対して覚えていた嫌な予感が正しかったと確信する。マリーが車のドアを閉めると運転席の男は目の色を変え、乱暴にマリーの体を掴もうとしたのだ。やめて、必死で抵抗するマリー。しかし何度も犯行を繰り返してきたシリアルキラーを前になすすべはない。フルニレは手際よく彼女を縛り上げると後部座席へ放り投げる。車が急発進し、見慣れた通学路がみるみるうちに遠ざかる。マリーは恐怖で頭が真っ白になっていた。ところが誘拐現場から10キロ離れた交差点でフルニレの車が信号に捕まり停車したその時だった。彼女は素早く、しかし力いっぱいに後部ドアを押し出した。おい、フルニレが振り返るとほぼ同時にマリーは道路へ身を乗り出す。そして大声で叫んだ。助けてー。決死の脱出を図ったマリーさんは後続車のドライバーによって無事に保護されました。さらに車のナンバーの目撃証言により身元を特定されたフルニレは早々に逮捕されることになるんです。その後フルニレは頑なに容疑を否認しましたが、1年にもわたる尋問の末、ついに妻オリビエが犯行を告白。捜査にオリビエの自供が加わったことで芋づる式に数々の殺人事件が明らかになりました。そして裁判ではフルニレに関する重要な事実がもう一つ発覚するんです。この嘘つきめ、かつてのあだ名と同じ罵声をフルニレに浴びせたのは彼の兄アンドレ。アンドレ曰く、フルニレの幼少期のトラウマは全て作り話。なんと母親による性的暴行や父親のアルコール中毒はいずれも嘘だというんです。とんでもねえな。裁判の結果、最終的にフルニレには終身刑、共犯のオリビエには懲役28年の刑が言い渡されました。そして余罪の追及や見つかっていない遺体の捜索が急がれる中、2021年5月10日、呼吸器疾患を悪化させたフルニレは搬送先の病院で死亡。79歳にして生涯を閉じました。王が嘘つきなどと呼ばれ忌み嫌われたフルニレ、彼は裁判所に提出した書類に自分自身のことをこう書き記していました。人間の感情を持ち合わせない邪悪な存在。もしフルニレのいびつな人格を形成したのが幼少期のトラウマではないとすれば、彼は一体どこで道を踏み外してしまったのか。彼のような凶悪犯罪者が生まれてしまった原因がわからないということもまた恐ろしい事実であることに変わりはありません。というわけで、闇子さん、皆さんに報告があるんですよ。何？アルゴメトリー X のチャンネルがあったんですが、はい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 、そう、前も言ったんですけど、アルゴメトリーの本家のね、僕らが今やってるこのチャンネルと、あっちはややこしいと勘違いしてる方が続出してたんで、思い切って、アルゴ X に改名しました。おおお、アルゴに X3 つあるみたいな。うんうん。いつの間にかチャンネル名のところが変わってて、あれって思ってたけど、そういうことだった、うん、勝手に変えちゃった。ただ、最初の思想の通り、この本家のアルゴメトリーと同じクオリティ、同じ思い、同じ熱量で作ってるんで、だから最初はね、読み方も一緒にしてたんですけど、ちょっとさすがにややこしいみたいな。アイコンもさ、あっちは青くてこっち赤いじゃないですか。そう、みんなで会話するときにね、うん、X の方のとかで絶対なんかつくじゃない、うん、なので、解明しましたというご報告です。これ皆様お願いします。お願いします。